はい、担当科目は3科目、地理の上野です。こんにちは。さて、今回なんですけども、いよいよですね、ジムチャレンジが始まっていきます。まあね、ジムチャレンジもなんか、今までのジムと何がどう違うんだろうなっていうのは、ちょっとまだこの段階でよくわかってないんですけど、なんかとりあえずみんななんか背番号を決められて、そしてなんかユニフォームみたいなものを着ているっていう姿が見られたので、サッカーみたいな感じでね、リーグみたいな感じでね、調整していくんでしょうか。まあ僕サッカー見たことないけど。エンジェルスタジアムいよいよ開会式です。行こう。そうだな。ワクワクすっぞ。あ、ちょっと待って。あの子はいたよ。あーい。そうなんだけどね。そうなん、ちょっと待って。まだ。まあいいや。あ、そんな早いの？着いた。早っ。めちゃくちゃ早かった。早かったけど、やっぱりあいつに会いに行く。どうも。いよいよジムチャレンジね、いいけど、悪いけど、勝つのは私だからと言っております。それだけか。はーい。おー。で、別に変わらへんか。行こう。はい、どうも。ユニフォーム、そう、ユニフォームを着ないといけないんですよね。この格好で、試合したいんやけどな。着替えてこいって言われた。着替えて来ました。おお、背番号57。あ、57ですね。レキコってこんな表記なんや。すげえ、ありがとうございます。57の背番号と相まって、そうなの？とても凛々しく見えるそうです。まあ行きましょうか。はい。おお、ほんまにサッカースタジアムや。まあゴールこそなかれど。あ、出た。ノンスタイル。ノンスタイル井上。ヘア。レディーさんのジェントルマン。ローズと申します。お集まりの、お集りの皆様も。テレビでご覧の皆様も本当にお待たせしましたね。本当に、祭典、ジムチャレンジの始まりですと。めっちゃ客いるな。ジムチャレンジ。8人のジムリ、あ、8人いるやな、ちゃんと。8個のジムバッジを集めたすごいポケモントレーナーだけが、最強のチャンピオンがまずチャンピオンカップに進めます。それではジムリーダーの皆さん、姿をお見せください。姿をね。でも、かっこいいね。おー、8人出てきたよ。すげえ、風格を感じるね。うわ、右のやつ、体と顔のバランス合ってね。なんじゃこれ。肩幅。うわぁ、これもまあまあ、これはまあまあ。うわ、すげえ、なんか目つき悪い。本年のベテランファイターか。ガラル空手の申し子、斎藤。あ、なんか聞いたことあるの、斎藤は。ファンタスティック、うおぉ、四天王にいそうな感じの、フェアリー使いのポプラ。うわ、岩タイプマスター。やっぱ肩幅がえぐい。すごいですね、ここに、あ、こいつはあれやな、オープニングで見たやつやな。うわ、自撮りしてる、きつ、一人来ておりませんが。ガラルホコールジムリーダダダチです。誰やねん、もう一人。もう一人来た？違うか、俺か。レキコと申します。はい。入場した。もうちょっと、いいですね。髪型これでいいのかな？はい、あ、おい？入場しただけか。ホップ全く出てなかったもんで、コートに立ったぞ。うん。お、肩幅。余裕だ、ホープレキコ。あ、さっきの偉い人。いや、君たちがチャンピオンに推薦されたトレーナーですね。ようこそ、はじめまして。私、ローズと申します。ちょっと待って、すでにダイマックスバンドをお持ちなんだ。いいね、あなたたちは願い星に導かれたのですね。私の素晴らしい会社。そうなんや。へぇ。大企業。素晴らしいガラル地方が盛り上がりますね。はは。ご機嫌なんや、あれ。ポケモンだけでなくトレーナーでは自分を鍛えろ。一
きましょう。自分チャレンジはジムに挑める順番が決まっている。最初はターフタウンというところに行けばいいと。はいはい、すごいジム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 ってこのジム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 って俺もう6行中5行が最初 G からジムから始まるんですけども、なるほどね。まあ、とりあえずいつも通りのシステムやなというのは分かった。相変わらずホップはもうついてくる気満々なんかな。これできれば別行動がいいんですか。あ、院長からなんかくれるんや。さっき直で渡し終えたかったのに。あ、怖い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 。空飛ぶタクシー、何それ。もう空を飛ぶもらえるんや、すごい。アーマーガーでいけるんやね。マニュアル X を押してタウンマップを選び、次に目的地を決めてください。タフタウンなどで初めて行く場所は自分で行けと。まあそれはいつも通りですよね。一度行ったところはあることが、一度行ったことがあるところはまあ2回行ける。はい、道にイワークがいてすげえ邪魔。うるうるうる。じゃあ次のその歯なんだっけ、なんとかジム行こうか。こいつに乗って飛ぶんだ。ガーガー。え、こっちやないのか。次の場所がどうやったっけ。ここに行きたいんだよね。だからすごい鉱山に、あ、ちゃうか、このターフタウンに行きたいんだから、鉱山をくぐり抜けてからのこっちですね。なるほど、わかりました。壁にでも話してるやん、壁に話してるやん。いや、ここここ踏み抜いた、ここ。はい、秘密基地、これ秘密基地な。今世代は秘密基地っていう制度があるの。チラーミーがよかった、話を聞いてあげよう。チラーミーは水浴びと指上、水が溜まったところで指上鳴らしたらいい。ピュギーってこ変な声。いや、基本的にあのガララ地方のポケモンみんな変な声で鳴くからピュギーぐらいではもう俺は驚かん。犬のワンとかに比べたらもう別に。まあとりあえずじゃあその探してあげようか。すごい何段飛ばしな、これ年取ったらできなくなるやつや、これ年取ったらできなくなるやつや。まあ、寄り道もポケモンの醍醐味なんかもしれないですけど、寄り道しすぎてね、話進まんかったらちょっとだれるよね。なんせ今だってまだジム1個も行ってないし、そろそろ行かなあかんなと思うんですけども、ググイワ前も見たなこれ。とりあえずそのチラーミー探してあげようか。チラーミーだけ見つけたら俺は終わる。この街を出る。水辺って言ったよね。てか何気にこの辺まだ来て、うおっと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 、ブワフワ。またこんなんばっかり。あ、釣りができそうだね。スーパーボールが塊落ちてた。そう、ハンダーソン、ハンダーソンちゃう、4分の1ダース入ってた。あ、金玉金。僕 A 行こう。そうか、この世代でもやっぱ変わらずあるんやな、金玉金は。駅にはおらんよな、さすがに。あ、自販機みたいなのがあるぞ。サイコソーダとか売ってる。あ、美味しい水じゃない。まあいいや、もらっとこう。美味しい水ね。ヨーロッパは本当に水に対する基準がかなり厳しいと思いますから、あのあれですよね、あのボルビックとかエビアンとか、そういうなんかヨーロッパ的なお水とかにもラベルに書いてあるんですけども、ヨーロッパの水っていうのは、まあ、EU がまずそのかなり厳しい基準を設けていて、自然のままのボトルで汲んだままを提供しなければならないと、殺菌処理とかは一切してはならないっていう、そんなルールがあったりするらしいんですよね。まあそれを置いといて、最高ソーダが欲しいです。ポペンポペン。高いよね、300円、160円とかにしてほしい。よし、え、ちょっと待って、ちょっと待って、違う違う、なんか座ってもうた。なんか生え際がやばない、みんな揃いも揃って。うん、いや、ローズさんマジで俺は怪しい予感しかしてないけどな。絶対あいつなんかもう悪どいこと裏でやってるよ。もうポケモンの密輸とかやってんちゃう、知らんけど。
そそ。あれ、お前じゃないよ。何？どうして？うるさいな。うるさいな。マジでうるさいな。どうや、ほんまに。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんか、これは来たんじゃない？噴水。ピュゲー、あ、ピュゲーや。はい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 。うっす、ピュゲー。役なんか来たらいいんだ。やったー、戻っていったー。よっしゃー。自分で戻るんかよ、お前。連れて行かしてくれや、せめて。ピュゲーか。ヒュッケみたいなね、ヒュッケ。デンマーク人の幸せ。ヒュッケ。デンマークの人のね、国民満足度みたいなやつ、めっちゃ幸福度か。めっちゃ高いですもんね。あ、帰ってる。自分で帰れてるやったら俺いらんかったんちゃうか。はい。何くれるの？なんか、金の玉を10個ぐらいくれると非常にありがたいんだけれども、金の玉10個。2個でもいいよ。喉スプレー。ありがとう。あのね、僕ら予備校講師には非常にありがたいですよ。ありがたいですけど、これは一体なんだ？音に関する技を使うと特効が上がる。へぇー。ハイパーボイスとかね。あ、なるほどね。歌うとか。歌うは関係ないか。歌うもかな。へぇー、そんなんあるんや。斬新やな。まあ、行こうか。そろそろ。さっきも思いついたよ、君。やったろか。こんな街中で、あ、表出てるな。ねえ、誘拐先生、お願いします。まるで成長していない。噛みつく。あ、もうこれでよかったわ、最初から。やたちゃん、行きましょう。君はもうツイバムを覚えてるからな。ツイバムの威力ったらやっぱないですよね。去るのになんかもう一撃必殺、一撃は無理かもしれない。全然大丈夫。あー、いや、全部、あ、うわ、はい、なかなかじゃないか。だからお前全く同じこと言ってるやん。お前が分かってないね、毎回毎回。よし、じゃあラスト一匹。誰やったっけな。やたちゃんレベル上がったね。誰だったっけ。あー、ここからファインか。ここからファインは、まあ、あー、谷崎さん行こうか。粉雪でやってやりましょう。ささめ雪で行こうか。いつもすれ違い。あざっす、あざっす。お疲れ様でございました。やってやりましたよ。君はもうちょっと修行をした方がいいんじゃないか。本当だよ。あー、なんか微妙な課金額を。ありがとうございます。あ、来た。進化しますね、やたちゃん。はいはい、どうも。進化をしますよ、もうすぐ生。おー、かっこいい。青ガラス。名前青ガラスなんや。へー、リーグカード。ん、なんで、どういうこと。はいはいはい。よし、3万道路や。お、早速なんか落ちてる。大きなキノコ、ありがとうございます。ジグザグ走ってるね。ちょっとまあいとっか。お疲れ様です。ギグザグ、まあ、吐くタイプ。捕まえましたね、ジグザグマ。名前、どうしようかな。ジグザグ走ってますね。豆だぬきポケモン、アクノーマル。へぇ。変な感じ。名前、熊沢万山でいこうか。よし。はい。言ってもうた。ば、ん。バンザンかな、じゃあ。はい、バンザンです。
熊沢万山というのは、これはですね、江戸時代に活躍をいたしました陽明学者というものであります。陽明学っていうのは、これ応陽明という、これ明の時代の学者さん、からまあ発展をしたものであります。でこの陽明学というのは基本的には自公合一っていうものをまあ主体として、活動するような学問になるんですね。まあ自公合一とは、まあ、知ってることと行いは合一、つまりは合わせていきましょうと。だから思ったことは行動に移しましょう、そんな学問だと思ってくれればいいです。この熊沢万山ぐらいから、まあ、陽明学というのは、まあ、発展をしていき、その後、例えばですね、陽明学者で一番有名な人物としまして挙げられるのが、1837年に大塩の乱を起こした大塩平八郎などが挙げられることになります。まあ、この大塩平八郎もね、実際に、農民たち苦しんでる、農民たちじゃないわ、苦しんでる人たちを助けてやりたい、救いたいと思ったら、実際に救いに行くために大塩の乱を起こしたわけですよ。どこかの YouTuber とは違いますね。救いたいだけ言って全く救う気がないやつとは違いますね。まあ、そんな感じですね。そんな陽明学者の熊沢万山に名前を、由来としては、続けております。ボックスに送ります。なんか見たことないよ、言ってな。何これ。おー、何これ。非面か。面かや。あ、こいつでもあれやわ。なんかムービーで見たかも。面かね。なるほど、なるほど。これはもうネーミングがすぐ思いつくな。どうもー、ありがとうございます。非面かを捕まえました。非面かでも遅やったくね。羊、メイリさんの羊捕まえた。どうしよっかな、メンカポケモン。メンカポケモンか、これ。本当にメンカポケモン。あ、花飾りポケモン。そんなええ名前やったんや。ごめん、メンカポケモンって言ってもた。名前は、ランカシャーでいこうと思います。ランカシャー、これはあの、イギリスの地方の名前、ランカシャー地方ですね。このランカシャー地方というのは、まあ、ペニン山脈というイギリスの真ん中を走っている山脈の、西側に存在をしております。偏西風の風上なのですごく雨が多いわけですね。この雨が多いところで、このランカシャー地方、では綿織物産業、例えばマンチェスターとかで行っております。あと言いますのもですね、マンチェスターでは綿織物をやるわけですが、この綿花から糸を紡ぐっていうのは、やっぱり雨が多いような湿度が高い地域の方が好ましいとされます。例えばですね、ランカシャーじゃない方のですね、ヨークシャー地方なんかは、これちょっと若干乾き気味になるんですけど、乾いたところで綿織物をやるとしたら、これね、糸を紡ぐ作業がまず入るわけですけども、この紡績、これがね、ちょっとあんまうまくいかないんですよ。乾いた土地でやっちゃいますと、やっぱりこの空気の乾燥の加減もあって、糸が切れやすくなっちゃうんです。なので、まあ、比較的雨がジメジメとした感じのところで、ランカシャー地方で、綿織物は作るのが適しているというところから、綿織物産業で、マンチェスターが特に中心ですが、発展をしていくということになっていきました。ランカシャーですね。草タイプな、でもな、あんまり使い道がないんだよな。一応ボックスにとりあえず突っ込んでおきます。羊よ。あ、なんかいる。ミニスカやん。ミニスカか。てか、ちょっとさっきからなんか、犬ヌワンがちょっと、戦闘に過ぎてるから、ちょっと、ヤタガラスちゃん、ちょっとそろそろね、ちゃんと使ってあげようや。はい。見た見た。そうか。はいはい。ちょっとね、センター分けがやっぱな。センター分けがちょっとな。この、ボールに頬ずりをする感じはちょっと可愛らしいなと思って。はいはい、行きましょう。ロコンか。水盤だれ。おお、強。一撃やるやんけ、ヤタちゃん。さすが神武天皇を導いただけはあるね。負けちゃった。でもまだ高まってる。これ高まってるのことかを。1008円。へえ。よし、ちょっと一旦じゃあレポート書いておきましょうかね。お疲れ様でございました。では、また次の回でお会いしていきたいと思います。